どうも皆さんお疲れ様です。じわじわです。本日はですね、スーパーマリオ RPG の実況をやっていこうと思います。今日も最後まで見ていってください。さあ、いきなり始まってしまいましたが、やっていこうと思います。スーパーファミコン時代ね、やり尽くしたんで、すごく楽しみにしてました。めちゃくちゃ絵が綺麗ですね。まあ、スーパーファミコンやってる時点でね、結構ね、年がバレちゃうかもしれません。おー、懐かしいな。攻撃。おー。おほほー。懐かしいっすね。すごい。絵がめちゃくちゃ綺麗だ。ダブル攻撃してましたね。おー。シュッシュッポンっていうね、あの感じ。なんかボタンを押したら、よかったですね。おし、そう。なんか防御もできましたよね。さあ行こう。おー。懐かしいっすね。おーほほー。クッパ城でしたっけこれ。ポンポン。お、ピーチいた。おー。クッパがいました。この音楽もそのまんまっすね。ちょっと変わってんのかな。よし、行くぜ。スペシャルっていうのがジャンプ。踏みつける直前に A を押せばさらにダメージ。やってみよう。よっしゃ。開いたー。攻撃。あのタイミングむずいっすね。タイミングがむずい。ワンワンの鎖狙って。こっち。あ、防御できた。はい。はい。これ。よっしゃ。むずいなぁ。狙ってますよ。はい。その程度ではダメだら我が輩の甲羅傷つけることもできぬわ。よし、ガードできた。タイミングが難しいな。さあ。オッケーですかね、これで。お前、我が輩の未来がかかっているぞ。離さないでくれ。あれー。クッパが涙流してましたね。貴様も道連れだ。あ。マリオ頑張ってー。とどめだ。あー。ここでまた戦うんでしたっけ？落ちながら。おお、クッパ。我が輩の邪魔をしよって。もう勘弁ならん。覚悟しろ、マリオ。ふんぎゃ。かわいい。どんだけ飛べるの？無事だったのね、マリオ。おお、怖い。わあ、絵が綺麗。どういうお話でしたっけ？ああ。おお。ああ、この音楽も聞き覚えがありますね。スーパーマリオ RPG。 待ちに待ちましたよ。本当に楽しみで仕方なかったですね。ピーチを助けに行くっていうところは変わらないですね。マリオの家。ヒューン、ドコーン。キノピオがいます。お、引っかかってる。家にはドアから入った方がお行儀がいいですよ。ピーチ姫を迎えに来ました。帰りが遅いのでキノコ城では心配してます。お、懐かしいっすね、音楽が。おー。ああ、やっぱ綺麗ですね、映像が。
何も覚えてないですね。なんか Wii のバージョンでも確かやれたんですよね。 Wii の時も寝ちゃいました。はい、これで寝れるんですね。さあ行こう。話す。ここにいるって聞いたんですけど、長いお付き合いなだけに何があったか気づいていました。またクッパの仕業ですよね。なんで何度懲らしめてもこんなに懲りないやつですね。ほんとさっさと片付けて3人でキノコ城へ帰りましょう。僕はここでお待ちしてます。ああ、大事なことを言うのを忘れてました。ダウンしちゃった時は最後にセーブしたところからにやり直しになります。なんと今回の冒険はマップを出入りしたりするとオートセーブされるんです。自動でこまめにセーブされるので、もしもの時も安心です。いい時代になりましたね。確かに昔からあるこれの上に乗って昔ながらのセーブもできます。出かける時や冒険に一区切りつける時などお好みでお使いください。大事なことは以上です。それではクッパ城へ行ってらっしゃい。おー、ピヨーンっていうやつ。ピヨーン、おー、すごい。 OK。 ボタンも説明がないですけど、何したらいいんでしたっけこれ。とにかくなんかとりあえずRPG みたいにどんどん敵を倒していくみたいなんでしょうか。あー懐かしいですね、クッパ城。懐かしい。これ行っても跳ね返されるんじゃなかったでしたっけ。ギャー、なんだお前は。見てわかるように今日からこの城は我らカジオー軍団のものだ。カジオ王様の望みは実にわかりやすいぞ。それはこのワールドをいただくこと。そしてどこに行ってもお前のようなヒーロー気取りがしゃしゃり出てくるから。こうじゃい。おー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 。ああ、橋が。橋がなくなっちゃった。橋がなくなっちゃったから。ピーチは置き去りになっちゃいましたね。まあ、マリオはね、喋らないんでね、基本的には。困ったね。キノピオに言いに行かないと。どこ行った？いた。ずいぶん早かったですね。もしかして忘れ物？ではなさそうですね。ほうほうほう。空中で歩いてます。クッパ城がそんなことに、うん、今までなかったパターンですね。急いでキノコ城のキノコ大臣に知らせなくちゃ。マリオさんもすぐに来てください。今ので伝わったのがすごいですね。行こう。あ、いた。ごめんなさい。あれ、今のゴッチンコでマリオさんの HP が減っちゃったみたい。そんな時はキノコ城名物のこれをどうぞ。キノコをもらった。 X を押してください。キノコを食べれば HP が減ってフラフラの時も元気になりますよ。ところで僕はなんで急いでたんだっけ。あ、クルボ、そうだ、キノコ城へ続くマッシュロードはモンスターでいっぱいですよ。追っかけられて逃げてきたんです。マリオさん、やっつけちゃってください。ちなみにアクションコマンドはご存知ですか。はい、知ってます。マリオさんはアクションコマンド知ってるんだぞ。お前なんかあっという間にノックアウトだぞ。あいつ案外弱いですね。ところで僕はなんで急いでたんだっけ。そうだ、急いで大臣に報告だ。お騒がせしました。それではキノコ城でお会いしましょう。念のためにこれどうぞ。あ、やった、キノコ3個もらいましたね。これでさあ、マッシュロードですね。おお、ジャンプ。踏めないですよね。おお、この音楽、この音楽。いいですよね、ほんと。おお。左の 3% ってなんだ？あ、なんか、やられてないですか？てんてんてててててててんてんてててててて。はい、防御むずいな、意外と。おお、おお、懐かしいですね。え、なんかシステムで確かでき出れるきるんですよね、このこれ、これスーパーファミコン用に収録された BGM。 おー、すごいですね。 OK、 ちょっとこっちで行ってみようかな。うわ、懐かしい。 HP マックス。あ、そんなんありましたね。これパンチむずいんすけど。
あ、ここになんかあります。コインがあります。入った。ノコノコ。このノコノコはですね、確か、ジャンプ攻撃が確か弱点だったと思うんですよね。よっしゃ。てんてってんててん。懐かしいっすね。どけ、クリボー。クリボーどけ。あ、なんか、ちゃんと攻撃したらあれっすね。全員ダメージいくんすね。オッケー。助けたぞ。ハニーシロップ。ハニーシロップは FP を回復。なるほどね。さあ行こう。すごい懐かしくて、お、急に飛び出してきた。これは特になし。おっと、なんか捕まってるぞ。あ、これはこいつに乗ったらいけるのかな。いえ、ほら全員攻撃になるっす、うまくやればね。よし、ブル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 ポイン。なんか懐かしいなぁ、ほんと。ブル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 ブイン。おっと、復活ドリンクを手に入れました。イエー。はい。ガードのタイミングが難しいですね、なかなか。お、レベルアップ。おほほ、こんな感じなんですね。あー、懐かしい。ボーナスありましたね。で、確か、一番上がるのからやってけ、みたいな話でしたので、体力増やそうかな。うん。3上がるんでね。こっちで。ポイン。ノコノコは、ジャンプが絶対効くんですよ。弱点、ほらね。モンスターによって特に効果のある属性が、弱点をうまくつけば大ダメージが狙います。OK。キノコをもらいました。こんなの見つけました。フラワーカプセル。何ですか？アイテムのフラワーを使うと FP の最大値が増え、スペシャル技をたくさん出せるようになります。手に入ったらどんどん使いましょう。お。おー、いいね。はい。おー、すごい。こういうことですね。ああ、思い出してきた。いろいろと。あ、こいついたな。強そうだな、この敵も。お。ここ、通りたいってか。右手の自慢のハンマー見えるだろ。みんな、オイラで苦労するんだぜ。マリオさん、左手に掴まれて僕も見えますよね。こいつ強いですよ。可愛くない？よし、勝負しよう。あ、音楽も、スーファミのやつだ、これ。おーほー。じゃあ、ジャンプ。OK。わ、タイミングがむずい。はぁはぁはぁ。強くない？これで、全員攻撃。よし。おー。根性アップ。これを、ジャンプ攻撃。よし。はい。あー、むずいな。はい。ハンマーバラバラ。難しくない？キノコ。チャリーン。ポン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 。よし。防御したぞ。はい。はい。よし。オッケー。倒した。いやー、音楽が。いいですね。アイテムフラワーセットゲット。助けたぞ。早く大臣に知らせましょう。キノコ城はすぐそこです。くびれたハンマーがありました。ブロス印のハンマーですよ。これで叩けばどんなやつでも出てきてもへっちゃらですよ。あー。弱な先持っていくと何かと役立つに違いない。ハンマー手に入れました。急ぎましょう、先へ。装備したらいいんですよね。装備。あ、攻撃力が33上がりますね。おー、すごい。
じゃあちょっと戻しますか。スイッチ版に。レベル3でなんか覚えるみたいですね。よっしゃ、OK。いやー、楽しいね。やっぱ BGM がね、最高なんですよ。このゲームね。よし、行こう。さあ、キノコ城来ましたよ。ピーチ姫見かけないけれど何かあったのかい？ここは何ですか？2階にいるうちの弟に会って行ってね。はい。おい、来たぞ。一生懸命練習すれば、マリオみたいに上手に飛べるかな。うん、頑張れ。早くなったね。なんかこういうところにも、隠しがあったっすよね、昔。まあ、ちょっと覚えてないんですけどね。いろんなとこジャンプできるはずなんで。うん。ただの家でしたね。はい、マリオ、得意のジャンプ見せてよ。はい。ぎゅー、かっこいい。かっこつけたワニに慣れないしか話しかけられなかった。あいつ何なんだ。あれあれあれ、財布が見つかんない。財布が見つかんないって。特にないっすね。キノコショップみたいなのがあります。最近怪しいやつがいるというので見張りをしています。ここは道具屋さん。マリオかい、元気そうじゃの。今日はカエル仙人のお使いの子が来るはずなんじゃが、どうかしたかい。じゃあ買ってみましょう。ハニーシロップ。バトル中の病気をリフレッシュします。これ1個買っときますか。はい。復活ドリンクもありましたね。あ？どうした？そんなとこ何やっとんじゃ！さっさと折りなさい！怒られるって、そんなことしたら。地下もありますね。お、私の前に立ちなされ。はい。ジャンプしなされ。はい。おお、隠し宝箱っちゅうものがあるのじゃ。大西のジャンプ力で探してみるがいい。大サービスでこれもやろう。お知らせリング。隠し宝箱探しのお供に使うとよいぞ。あ、お知らせリングは今いる場所に隠し宝箱があることをお知らせします。装備しないと効果ありません。ああ、確かそんなのがありましたね。どういう音がするんでしょうか。いいですね。チャリラリンって言ったら、あるってことですね。ここは、宿屋。おぉ。ピューン。毎回セーブしとくね。はい。OK。レベル2ですよ。うるさいって言われた。ああ、音楽いいな。BGM 最高です、これ。さあさあ、上に登ってみますか。どうぞお入りください。着きましたね。大臣に報告しなくちゃ。一番奥の部屋で待っていますね。テレレレン？テレレレン？どこですか？テレレレン？ここの上でしょう、どうせ。いや、これは、多分今じゃないんでしょう。よし。ここなんか、覚えがあります。マリオさんがいらっしゃいました。やあ、大臣。これはこれはマリオ殿、お久しぶりでございます。クッパ城の方からすんごい音がしましたが、今度はクッパめ何を企んでいるのでしょう。ピーチ姫は一緒では、確かマリオ殿と家に行くと言って出かけたのですが。もしかして大臣、嫌な予感がします。まさか。お、当時の回想シーンをやってるんですね。例によって例のごとく、またまた姫はクッパにさらわれてしまったのですか。ならば例によって例のごとく、マリオ殿に頼るしかありません。すぐにクッパ城に向かってくだされ。それはできないんです。それで分かったの？助けに行きたくても入れないなんて、マリオ殿、今度の冒険そう簡単には行きませんぞ。どうかお気をつけて。
マリオ殿。マリオ殿、ちゃんと装備はされてますかな？キノピオの方から説明を。いや、大丈夫です。さすがマリオ殿、装備もバッチリなようですな。防具やアクセサリーは道具屋に置いてありますぞ。でも気をつけて。マリオ殿。申し訳ない、大臣。姫のことで、頭がいっぱいで。旅の用意をするなら倉庫でどうぞ。倉庫番がお手伝いしてくれるでしょう。倉庫番？バリラリン。マリオさん、大臣より話は聞いております。倉庫はこちらです。はい。あ、そっちですか。お？宝箱を叩いてください。おお、フラワーです。この宝箱で取れるフラワー、アイテムのフラワーとはちょっと違うので注意。フラワーポイントを増やしますが、マリオさんが持ち歩くことはできません。アイテムのフラワーカプセルなどは持ち歩くことができます。はいはいはい。これはコインですね。小さなコインは1枚、大きなコインは10枚。なるほどね。はい。これは？キノコはアイテムのキノコとはちょっと違う。HP と F の両方を宝箱を上げた時に回復しますが、持ち歩くことはできません。アイテムのキノコは HP しか回復しませんが、持ち歩くことができます。はい、ありがとう。おー、なるほどね。ここが大臣の部屋かな。てて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 。いいなぁ、音楽が。ああ、スペシャルで、大ジャンプみたいなのがあるんじゃないですか、もしかして。ピーチ姫の部屋か。そうですね、心配ですよね。パイン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 。さあ、続きいきますか。はい。あ、マロ。このシーンは。待てー。あー、懐かしいっすね。絵が綺麗。もうダメだ。おじいちゃんにもらったコインが盗まれちゃった。どうしよう。ダメだ。泣いちゃダメだ。男は辛い時こそ泣いちゃダメなんだ。あ、雨降らしたんすんですよね、この子は。ダメだー。おいおいおい、そんな泣くなよ。大丈夫かよ。はいはい。あ、濡れちゃいますね。もう大丈夫です。すみません。うん。泣いた後ってスッキリ。なんで泣いてたんだっけ？あ、そうそう。おじいちゃんに頼まれてお使いをしにこの町に来たら、キザったらしいワニが近づいてきて、そうだ、大事なコインを盗まれて追いかけたんだけど、すばしっこくて追いつけないんです。マリオ得意のジャンプみたいな。はい。それでクッパを追いつけるのね。かっこいい。え、あなたがマリオさん知ってますよ。もちろんジャンプが得意なこと。僕はケロケロ湖から来たカエルのマロと言います。カエルだけどジャンプが全く苦手なんです。どうかお願いです。泥棒ワニを一緒に捕まえてください。はいよ。ありがとうございます。マロカエルなんだね。どこをどう見てもカエルには見えない。泣くと雨を呼ぶ男の子。マロが仲間になりました。おお、旅の記録の中で旅のアルバムが追加されました。これまでの冒険を振り返ることができます。いいですね。ここには何もなかったって言うんだしたっけ。おお、マロヤ、やっと来たか。心配したんじゃ。こんにちは、おじさん。実は、お前のおじいさんから聞いた。おじさんが大好きなおやつじゃな。ちょっと待つがよろしい。泥棒にコイン盗まれちゃった。これはあのコインと引き換えと約束じゃからの、こちらにいるマリオさんが助けてくれます。マリオが行くならきっと大丈夫じゃ。早く取り返してきなさい。待っとるぞ。あ、復活ドリンクもらいました。買わなくてよかったじゃん。
マリオさん、マリオさん。いました、いました。怪しい奴が、たった今ここ通ってきましたよ。こんなマリオでしたか？僕のコインなんで捕まえてくれなかったんですか？見張りですから。お、あ、いた。ミーを捕まえるなんて100年早いね。バイバーイ。おー、早い。あいつです、マリオさん。早く追いかけましょう。もしよかったらこれ持ってってね。地図？選んだ場所にひとっ飛びできる。ああ。ファストトラベルってことですね。すごいじゃん。さあ、泥棒ロードに行きましょう。いたいた。見つけた。きっとあの袋に入るんだ。入ってるんだ。さあ、捕まえちゃいましょう。しつこい坊主ね。子供はお家に帰りなさい。ミーはしつこい人嫌いです。よし、捕まえようぜ。おう。FP やパーティー全員で共有します。攻撃か回復か、誰のスペシャル技に使うか考えながら使いましょう。あ、そうなんですね。わかりました。おう。おほほ。伸びる手。ダルシムの手でしたね。OK。ハンマー強いな。マロのレベルが低いんで弱いですね、マロ。レベル上げもした方がいいんでしょうか。それがわかんないですよね。あ、途切れ時いつものモンスターで手強い強敵が出現します。倒すと多めのコインや経験値、さらにカエルコインがもらえる。カエルコインって何でしたっけ。はい。おー、全員攻撃。いけ。はい。はい。はい。ガード、うまくいってますね。OK。はい。OK。あ、カエルコイン来た。これなんだあれ。やばい。大丈夫かな。はい。ちょっと、キノコ。キノコ使っとこう。はいよ。サンキュー。はい。強い。敵が。よっしゃ。カエルコインが1枚ゲットしました。さあ、追っかけていくぞ。おいーん。これやばいな。キノコ足んね。このセーブポイント触れたら回復するとか、そういうシステムではないみたいですね。いたいた。これ以上は無理ね。クユーたちこの世に飛び乗れない。だからここでグッバイ。おぉ。あららら。ん。どっかにあるよって。さあ、こっち。どっかないんですか？あ、ここ、え？登れんじゃない？え、強っ！めっちゃ強い。やばい。うわ、めっちゃ強い。やばいぞ。これはまずいな。これ逃げよう。これ強いわ、こいつが。あー、だから、あれに乗って、落ちないように行かないと、あいつら当たっちゃうんだ。やばい。ああ。やばい。逃げよう。強いから、触れないようにしないといけない。よし。あいつ強えな。よし、行こう。追いついたぞ。でも絶対ミーには追いつけない。クリボー、クリボー。待てい。待てい。はい。おお。追っかけてますね、ちゃんと。
おっと、まだいたのか。うん。お宝は惜しいけど、こんなとこ、こんなことしている時間はノータイムね。また逃げたぞ。はい。おぉ。おぉ、すごいすごいすごい。なになになに。あ、レベルアップ。レベルアップ。おぉ。すごい。レベルアップしました。マロのレベルが3になりました。あ、回復シャワー。いいね。さあ、どれだ？どれが一番上がる？ HP かな？ HP が4があるんですね。フィールド上で Y を押すと、スペシャル技で回復ができます。よっしゃ。もう、こいつらは、ちょっと倒せないんで。追いついたぞ。行き止まりね、ユウたち、ほんとしつこいね。こうなったらミーは隠れます。どっか隠れるらしいですね。隠れちゃいました。クロコに見つからないようにそっと後ろから近づいて捕まえよう。ありがとう。あ、バレた。後ろからって言ってましたもんね。お。後ろから。こっち。はい。しかしミーを捕まえようなんて100年早い。まだ？こいつ振り向いたりするんでしょ？ほら。反対向け。よっしゃ。はい。はい。え？どうしたらいいの？これ。OK。50年早い。はい。しかし、ミーを捕まえなんて。ほらほら、もう分かったよ。ユウたちの気持ちよく分かりました。ミーが全部悪かった。恋をすぐに返します。というのは、嘘だったりして。おお、ボス、みたいな感じですか？クロコ、可愛くない？とりあえず、ジャンプ。OK。電撃ビリビリ。あ、何考えてる？なるほどね。それに攻撃。うわ、強い。普通に強いですね。で。もう MP がなくなっちゃう。FP か。FP なくなっちゃうよ。そろそろ。お、おじいちゃんにもらった大事なコイン返さないと。こうだぞ。おお。カエルコイン出てきた。キックでお返しです。そんな小汚いコインなんか一文にもならないから返してやります。アディオース。やったー。コインを取り返したぞ。おお、レベルアップしました。フラワーカプセルをゲット。イエー！マリオレベルアップ。あ、めちゃくちゃ上がりますね。一回だけでも。お、ファイアボール来た。エイレンダで火の玉を打ち出せ。さあ、どれが上がりますか？ HP は3上がる。攻撃は2。ちょっと一回攻撃上げてみようかな。HP も上げたいんですけど、攻撃を上げましょう。よしよし。おじいちゃんのコインだ。マリオさんありがとうございます。これでやっとお使いができます。あれれ、黒のね、財布まで落としていきましたよ。財布を拾った。僕はキノコ城の道具屋に行きます。地図を使って一緒にキノコ城へ戻りましょう。地図。あ、これですね。おほー。あ、めっちゃ楽だ、これ。すごい。あら。どうした？どうしたの、これ。ヘイパーがいますね。おー。波及。うわぁ。オッケー。これちょっと使ってみようかな。おぉ。わ、強っ。強い。すごいね。引き続き見張りますが、みんな怪しすぎ。ところがこんなの見つけました。10コインもらいました。道具屋。おぉ、どうした？なんか書いてある。お金は置いといてね。
はいはいはい。大丈夫ですか？リフレッシュ。ハニーシロップ。あ、結構高いなぁ。あ、ここにあるじゃん。回転シューズ、ジャンプの効かない敵も KO です。これ回転シューズって強いんじゃなかったかな？これちょっと買おう。はい、装備。これも装備。これちょっと買おうかな。はい。マリオ。OK。で、マロ武器がないんですね。よし、ちょっと強くなったぞ。ビビってますね。俺らは戦わないといけないですか？助かったよ。俺は、それはワニの取られた僕の財布じゃん。返し、あげますよ。フラワーカプセルもらいました。やったー。これも、OK。何してんのこいつ。OK。さあ、ここもクリア。お？かっこいいっつってます。あっちから、あー、くそ。敵が出てきてんだな。キノコの大臣のとこ行かないといけない。処刑。こいつらを避けながら行かないと。ジャリラ、うわ、すげえいる。すげえいるわ。めっちゃ出てくんじゃん。はい。おほほ。ランダムに来んのこれ。あ、くそ。むずい。はい。ゲージアップ。まだレベルが上がらない。さあ、大臣。お。あっという間にみんな逃げちゃった。こんな素敵なお城が今日から僕らスイートホーム。跳ねて騒げばとにかく楽しい。邪魔する奴もいない。だから夜通しとにかく跳ねろ。ちょい待ち。お前一緒に跳ねてない。そういう奴はこうだ。お。ボスかな？おい、みんな、みんなの楽しみを邪魔する奴がいるぞ。こんな奴はどういう奴だ。失礼。悪い子。みんな私知らず。ひげ。ほぉ。ボスですね。これはやばそうだ。ジャンプがいいのか、炎がいいのかわかんないですけど、まあ、こいつにジャンプでいくか。OK。なんかないんかな。とりあえず、攻撃でいくか。ああ。あ、やばい、死んじゃった。炎。やばいぞ、これは。当たり出ろ。当たりは出ない。これ周りの敵から倒した方がいいのかな。え、強くない？ジャンプ。相手が強い気がします。はい。おお。うわー、負けちゃった。ちょっとあれですね、レベル上げないと。敵をたくさん倒すとレベルが上がります。 HP や攻撃力など増えて戦いやすくなる。オートセーブのところからいきますか。よし、OK。マロのレベルが上がりました。レベル4になりました。魔法、防御、攻撃1しかぐらい。HP っすね。はい。もう一、あ、怖かった。実はみんな姫の寝室に避難してるんです。僕は、他の人も逃げ遅れちゃった。倉庫版のあいつ、無事かな？倉庫版のあいつ。あ、ここもそうか。お任せ。助けるぜ。よっしゃ。もう一匹か。OK。レベルアップ。マリオのレベルが上がりました。うん、強くなりますね。物理攻撃
うん、HP かな。はい、大丈夫か。上の部屋に一人で逃げた俺の立場は。こっちはいないけど、 あれまた復活してるわ、ありがてえ。こっち大丈夫かよ。小判、あ、これ倉庫から持ってきたんだ、あげる。ぼんやり防ぎバッチ、ぼんやり防ぎバッチ、アイテムっぽい装備か。沈黙眠りの攻撃を防ぎます。なるほどね、ありがとう。おー、びっくり、ビビってるね。任せろ。いいね、強くなったわ。さすがマリオさん、いつもいつもありがとう。倒したね。ピョンピョンピョン。ちょい待ち、お前一緒に跳ねてない。そういうやつはこうだ。2匹がならいいや。一撃ですよ、強くないマリオ。イエー、マリオが強い。よし、これで通れるぞ。ドゥルドゥルル。あ、無事だったんだね。マリオさんのおかげでね。さすがマリオさん、いつもありがとう。まだ大臣が。でもマリオさんがいるから大丈夫。大丈夫。ちょっと待ってね。大事にしていたこれを持っていってくれ。フラワーカプセル。フラワーカプセルは FP が上がります。よし、いいね。はい。OK。ちょっと休憩とか寝たいんですが。回復したいんですが。よし、もう一回行ってみようか。リベンジしましょう。よーし、行くぜ。次は、雑魚敵から倒していこう。で、マリオを攻撃しつつ、マロは回復に回ってみよう。で、全員攻撃の方がいいから、一旦これで倒していこう。マロは防御しよう。よし。よし。よし。お、いいね。大丈夫。そういうことだね。OK。いいよ、お前防御だ。一旦回復しとくか。オッケー。あ、やっぱ出てくるね。あー、厳しいな。まあ、あんまり食らわなかったらいいんだけども。よし、いなくなった。まあ、一匹でも減らした方がいいかな。はい。あいつどこ行ったの？降りてきた。回復シャワー使っとこう。お、いいね。よし。あ、全然耐えれるじゃん。ちょっとビリビリ使ってみるか。弱点だって。あ、なるほど。それやっとけばよかったのか。わあ、いいぞ。電撃ビリビリ。タイミングがわかんねえ。これで降りてくる。で、電撃ビリビリ。はい。お、倒した。オッケー、ようやく倒しましたね。おお、めっちゃ経験値入った。倒したよ。スターが来ましたね。あー、懐かしい。かわいいマリオ。あー、なんか思い出しますね。
よし、1個目ゲット。大変だ大変だ、このヒゲ強い、ちょっと強い。カジオ様に報告だ、報告だ。大臣よ、大丈夫かい。マリオ殿か。例によって例のごとく、たまたまたマリオ殿に助けられました。しかし一体何が。大臣、ご無事で。あ、マリオさんがあれもこれもそれもどれもマリオさんのおかげ。この姫がいないという大変な時にこんなことまで起きてしまうとは、大臣ますます姫が心配で。マリオさん、僕のおじいちゃんに聞いてみるのはどうでしょうか。おじいちゃんは何でも知っているんです。おや、そちらの方は。はじめまして、僕ケロケロ湖から来ましたマロと言います。これはこれはキノコ城へようこそ。とにかく我々が頼れるのはマリオ殿しかおらんのです。マリオ殿、一刻も早く姫を助けてくだされ。大臣、もう一回お願いします。僕にもコインを一緒に取り返してくれた、お礼をさせてください。さあ、僕とおじいちゃんに住んでいるケロケロ湖へ向かいましょう。でもなんで僕はキノコ城に来たんだっけ。まあそのうち思い出しますわ。キノコ城に突然現れたカジオの手下ケンゾール、マリオの手に入れた星と何か関係があるのでしょうか。二人はキノケロ水路へと進みます。チャリン。おう、 OK ですね。はい、ってことでね、今回はここまでとなります。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。あ、このチャンネルではね、違うゲームも配信してますので、ぜひチェックしてみてください。いや、楽しかったですね、マリオ RPG。もう続きもね、やっていくんで、次回もまた見に来ていただければなと思いますんで、それまでお楽しみにということで、それでは、お疲れ様でした。じわ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